はい、お茶屋元木さんクランクアップしました。今のお気持ちを聞かせてください。そうですね、結構ショートフィルムとは言いつつも結構下見とか、病院の方に行ったりとか、あとやっぱ自分でもやったことない役だったので、ちょっと思い入れのある作品になって、まあ監督とも一緒にご飯に行った時に愛な気持ちでこの作品は撮れないねっていう話もしてたんし、まあ計5日、4日ぐらいか、それぐらいギュッとやったんですけど、うん、ちょっと監督と いろいろお話しながらできたんでよかったです。宇野成美さんとの共演はいかがでしたか？もっと次が素直な状態で会話のキャッチボールができたらよかったなというふうにもちょっと思ったけど、そう、でもあと、なんかうまいこと距離感が2人で取れてて、そこがうまく映ってるような気がしますね。お客さんに見てほしいシーンとかはありますか？そうですね、本当に左を麻痺した役っていうのがちょっと自分でもよくわかんないまんまやってるってところも最初あったんですけど、やっぱり周りの、ね、先生たちに助けてもらったので、そこの結構引きとか多いと思うので、その辺のシルエットを見ていただきたいなと思います。監修をしてくださったセラピストさんたちはいかがでしたか？いや、みんな優しくて、だって自分たちの職場で毎日毎日こうやって現場を借りて撮影してたんですけども、それで嫌な顔一つせずに、もっとこうやった方が患者さんっぽく見えるよっていう風なアドバイスまでしてくれたりもして、本当にありがたい気持ちでいっぱいです。リハビリのシーンじゃなく他のシーンでも結構監修でずっとつきっきりでいてくださって、うん、そういう協力を得られる映画も少ないのかなと思うんですけどね。そうですね、なんか本当にスタッフさんも少人数でやってたけど、本当にセラピストさんありきでこの作品ができたと思うので、ちょっと感謝の気持ちです。ありがとうございます。では最後に、これからご覧になる方へのメッセージをお願いします。そうですね、この作品はなんだろうな、希望があるじゃあるんですけど、やっぱりちょっと重い作品で、で、まあでも各々の感じ取り方があるし、その人の家庭環境とかもあると思うので、セリフ一言一言ちょっと刺さってくるところもあるんじゃないのかなと思います。まあでも見てよかったなって思える作品にはなったし、僕と監督も多分のちゃんも作ってよかったな、携わってよかったなっていうふうに思っているので、そこを感じていただけたらなと思います。よろしくお願いします。